はいどうも、ワンズショットムービーの岸です。お疲れ様でございます。今日はですね、何をしようかなと思ったんですけど、こう自粛期間が長引いてるので、家でやれることをね、ちょっとまたやっていこうかなと思うんですが、皆さん、ワールドバザール、ディズニーランドのワールドバザールにある、アイスクリームコーンってご存知ですかね。その名前の通りですね、アイスクリームを売ってるお店なんですけど、そのね、アイスクリームコーンで売られているメニューを再現をねしようかなと思います。それでは動画スタート。はい、売られてるっていうか、売られてたっていうメニューなんですけどね。はい、何を作るかっていうとですね、コーヒーフロートですね。はい、ということでちょっとね、作っていきたいなと思うんですが、皆さんこれちょっと覚えてらっしゃいますかね。これちょっと視聴者さんからいただいたんですけど、アイスクラッシャーです。はい、アイスクラッシャーね、全然ちょっとね、シャンパン用にちょっといただいたんですけど、シャンパンを飲む時用にこう氷をね、かき氷みたいな形で、なんていうのかな、細かく砕くというか、かき氷はね、もうスライスっていうか、もうぐちゃぐちゃってなっちゃうと思うんですけど、程よくね、シャンパンを飲む時用のアイスクラッシャーがあって、そういえばこれ全然使えてないなと思ったので、ちょっと今日ね、この動画を思いつきましたということで、やっていきたいなと思うんですが、アイスクリームコーンのね、はい、コーヒーフロート、実は500円ぐらいで売ってて、結構ね、需要というか、ワンコインで買えるっていうのがなかなかいいんですよね。良かったんですけど、なくなってしまったんですよね。おー、これ初めて使ったんだけど、いいね。めっちゃいい。アイスを、氷をね、普通の、家庭用の氷です。これを挟んで。おー、めっちゃ簡単。いいね。どんどんやっていこう。はい、とりあえず終わりました。アイスはね、適当に、砕いたんですけど、ちょっと、はい、作り方はね、別に簡単すぎるんですけどね。ちょっと、でも、これ、入れ物が15周年ですね。Cの、ランドのメニューを再現するのに、Cのグラスっていう。もうちょっとかな、このままか。はい。どの家庭でも一般的にね、すぐできるってやつですね。とりあえずアイスコーヒー作りました。で、ここにバニラアイスですね。はい、じゃあこれをね、丸くするの難しくない？アイスクリームを丸く取るの。できるかなぁ。よっ。おー。見た目的にもう一個あってもいいかな。めっちゃ高カロリーそう。えい。いいね。はい、ちょっとアイスしまってきますね。サムネイル用に写真撮っとかないと。オッケー。じゃあちょっとね、じゃあ早速いただきます。うん、いいね。ちょっとやっぱスプーン欲しいね。スプーン持ってこようか。はい、こちらですね。これいつだったかな、フローズンファンタジーやってた時のね、オラフの。はい。おお。やっぱね、アイスクリームコーンには復活してほしい。このコーヒーフロートね。うん。あ、美味しい。いいね、いいね。ちょっとコーヒーがだいぶバニラアイスに浸食されましたね。このさ、氷のサクサク感とアイスクリームの、なんていうの、このアイス感がちょっと混ざってるところよくない？こういうとこ。わかります？マニアックすぎる。うん。気持ちいい。うまいわ。コーヒーフロート。いいね。やっぱね、ちょっとね、春夏はね、どうしてもやっぱアイスクリーム並びたくなるじゃないですか。アイスクリームコーンね、ものすごい並ぶんですよね、あそこね。ワールドバザール、どこもね、やっぱ人気なお店
多いですよね。しまった、ライトつけ忘れてました。どうダメかな、もう今更感かな。まあまあしょうがない。めっちゃ冷えてる。やっぱね、今日ねちょっと暑いんですよ。あの今ね長袖着ちゃってますけど、結構ちょっとね外がものすごく暑くて、はい、もうこれからね本格的な夏日というか暑い日が続くんじゃないかなと思うんですけど、皆さんお家でねやっぱなんかいろいろできると思うんですけど、これだったらみんなできるでしょ。だってコーヒーとアイスクリームさえあればできるもん。別にね、あのアイスクラッシャー、今日はあのたまたまというか、あの視聴者さんからね、あのシャンパン用にいただいたやつですけど、これね、まあ、ちょっとアマゾンにリンク貼っときますか。そしたらこれやっぱね場所を取らないからいいね。これあの本当だったらこうバーとかにはよくあるんですよね。あのシャンパン用にねこうアイスクラッシャーって言ってこうかき氷みたいなのをこうやるやつがあるんですけど、それちょっとね場所取るんですよね。 これよりもう一回り大きいぐらいの場所取っちゃうので、やっぱね、でもねこのサイズだったらもう一人分とかだったら全然 OK だし、家族4人分とかね作るんだったら全然 OK だと思うんですよね。はい、なのでちょっとおすすめです。うん、バニラアイスがやっぱいいな、手軽ですよね。はい、アイスクリームコーンのねスイーツなんですけど、冬の間はねホットチョコレートドリンクだったり、サーティワンアイスみたいな感じですかね、バスキンロビンスの、あんなイメージのお店ですね。知らなかったっていう方ね、ワールドバザールに入って、一番奥、もうシンデレラ城を見えるとこまで行って、右の端っこです。隣が北斎かな。はい。あの、隣が北斎の入り口で、ペニーなんちゃらがあったかもしれないけど、北斎がそのアイスクリームコーンの2階にあるんですよ。ね。で、まあ、いわゆる北斎の下の階なんですけど、おすすめなんでね、あそこ行ってみてください、よかったら。めちゃめちゃお気に入りのお店です。たまにね、なんか昼過ぎとか、たまにめちゃくちゃ空いてる時間帯とかあるんですよね。うん。これがね、C の15周年なんですけど、買ったのはマゼランズですね。これはディートモの大ちゃんと、キッキー、3人で行った時かな。なんか、男だけでスイーツ会やった時の、に、なんだっけ、なんかソフトドリンク、なんかオリジナルのね、ノンアルコールカクテルみたいなのを頼んだ時についてたような気がする。うん。ちょっと昔すぎるんで、15周年ってだいぶ昔だな。ちょっとこのサイズのやつもう一個欲しいな。いい感じのグラス、実はねテディでまだ買ってないんですよね、オリジナルグラス。買おうかな、テディのグラス、あのねパフェのやつね。うん、うまい。ちょっとねなんか一気に飲むとお腹壊しそうだから、まあ、ゆっくり飲むんですけど、まあ、その間に何かお話しましょうか。なんだろうな。あ、そう、来年20周年ですよね、ディズニーシー。もうディズニーシー20周年なんですよ。で、まあ、今ちょっとね、コロナで、自粛してる関係もあって、多分ね、オリエンタルランドもプレスリリース出せてないと思うんですけど、もう実はですね、そろそろ、周年イベントの詳細は発表してもいい頃な時期だと思うんですよね。もうちょっとかな、6月とかそのぐらいかな。うん、どんな感じのことをやりますみたいな、ちょっと大まかなやつを発表して、で20周年が近くなって、まあ、年末か年明けか、まあ、そのぐらい、年末ぐらいにちょっと詳細がなんかこう発表されるみたいな流れだと思うんですよ。でもね、やっぱね、こうディズニー今ね両パークとも閉鎖してるっていうか休園してるし、ホテルもね休業になってるので、
夏イベも今ねプレスリリース出てないですよね。本当だったらもう出てなきゃおかしいというか、そろそろ言ったらそろそろ D ハロハロウィンのね、あのプレスリリースもそろそろ出るはずなんですけどね。まあ、ちょっと今年はいろいろ厳しいかなと思うので、来年のね C の20周年すごく期待してるんですけど、いやでも、ね、20周年の期待値は相当高いですよね。皆さんどうですかね、20周年どんなことがあるのかとか、どんなイベント、どんなグッズが出るのかとか、ね、どんなエンターテインメントがあるのかなみたいな、いろいろ予想というかあると思うんですけど、あのなんかほとんどのイベントって1年前にもうすでにこう企画っていうかね、いろんなメニューだったりとか、デザインだったりとかもそうだし、もう全て1年前倒しで始まってるっていうのがね、東京ディズニーリゾートの、あのもう全てのどんなイベントでも、夏イベでも春のイベントでも何でもそうなんですけど、なんか1年前からもう計画はスタートしてるみたいな感じらしいんですよ。なのでもう20周年のね、デザインの大まかなこういろんなものはもうスタートしてると思うんですけどね、あのデザインっていうかこうテーマ、15周年はねクリスタルですよね。で、35周年はリボンがテーマで、20周年何テーマ来るかな、なんだろうね。やっぱソアリンできたし、あの第8テーマポートもね今もう着々と準備進んでると思うんですけど、その第8テーマポートがなんかその20周年の後、C の20周年の後だから40周年か、ディズニーリゾートの40周年と合わせてなんかねぶつけてきたっていう感じで、本当はもう1年前倒しでね、あの開業するはずだったんですけど、なんかいろいろあってね遅れてるみたいですね。なんかその新しいテーマパーク、テーマポートの大体のそのなんていうんですかイメージ図っていうかね、なんかその辺がちょっとなんか固まらなかったみたいな、デザインっていうかなんかそういうのが固まらなくてちょっと1年遅れそうですみたいな感じになってましたけどね。まあでもこのコロナでね、いろいろ工事はゲストがいないからできるんじゃないって思われがちかもしれないですけど、その現場に行くための人員とかもねコロナで自粛してるんじゃないんだないのかな、どうなんですかね。ああいう作業、外での作業をマスクしながらやるって相当きついと思うんですよね。こういうのあれか、ストローで飲むべきなのか、もしかしてうちストローないな、そういえばストローで飲む習慣がないかも。美味しかった。はい、ということでごちそうさまでした。いかがでしたでしょうか。アイスクリームコーンでね、昔って言っても1年2年前ぐらいだと思うんですけど、前にあったね、メニューで、まあ、コーヒーフロートをちょっと再現してみましたっていう動画なんですけど、はい、なんだろう、別にまとまりは特にないんだけど、まあ言ったらね、復活してほしいメニューというか、逆にディズニーシーだったらどこで売ってほしいかな。あのテディルーズベルトラウンジでもしかしたらあったかな、どうだったかな、ちょっとうろ覚えなんですけどね、メロンソーダクリームソーダフロートはあったはずなんですけど、コーヒーフロートあったかな、どっちだったかな、あ、ありますね、テディ、はい、ね、メロンソーダフロートとコーヒーフロート、どっちも630円ですね。まあ、ラウンジなんでね、まあ、席代、あのチャージと思えば、まあ、ちょっと高くてもいいかなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとね、C でもやっぱね、アメリカンウォーターフロントのどっか、こう例えば、ハドソンリバーハーベストとかね、あの辺でちょっと持ち帰り、テイクアウトできるようなね、あのコーヒーフロート売ってたらいいなって、僕はちょっと個人的にね、思うんですけれども、ランドの方でも、あのちょっと、もしよかったら、はい、メニューにまた戻してもらいたいなっていう個人的な、はい、動画でございました。いかがでしたでしょうか。はい、ということで、今日の動画はね、これぐらいにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。キッシーでした。バイバイ。